ンハンガーをもう一個同じの買って。このタンクは？このタンクはあの。おお。おいしそう。涼しい。うん。二人だね。おはようございます。いやー止まっちゃいましたよ。なんかどんな感じで止まった？人間が最初おかしかったから、電気系の何かセルは回るんですよ。おお、すごい登る。イノシシ。あー気持ちいい。涼しいね。涼しい。でも食いつけ良さそう、ここら辺。タイヤが、足が取られるっていうか。そうそうそう。すげえ道あったな。こんないい道あったすごいね。うわ、景色いい。ここで通ったら最後。わ、すげえ。おお。ほう、こんなとこありましたか。これはあのビービーですよ。目的に。強そう。タイヤは滑るよ。滑るからいい練習になるよね。ドバイ。お、来てる来てる。行きまーす。先行っててください。ゆっくりついてくんで。あ、いいですよ、いいですよ。俺がちょっとゆっくり行きますよ。あ、ブリブリかな。それがブリブリなんですね。後でめくってみた方がいいな。うん、大丈夫か。どうしたらこんな風にミラーが折れる。でも右側に転んでたっけ。右側に転んだ。あ、じゃあなんか、ね、ここら辺？じゃあ初登場の光
光くん。よろしくお願いします。お願いします。その動画楽しく拝見させてもらってます。本当ですか、ありがとうございます。はい、早速今日は大変な事故に遭遇しちゃったけど、すいませんね。開始10分くらいで。開始10分で終わりましたね。B-Wiz。B-Wiz100 です。全然ノーマルっぽくないですけど。一緒だけど、一緒っすよね。モトクロス仕様。フロントフォークとホイールは、ランドアクセスの、はい。おー。ステムから。でも伸ばしてるんですか、これ。伸ばしますね。そこから、ここまでなんですけど、うん、モンキー用の。ああ、で、延長してると。100mm延長フォークと。ああ、チョッパーみたいな。後ろもエンジンハンガーを、もう一個同じの買って、ダブルエンジンハンガーなんですよ。ああ。で、隙間空くんで。延長してると。はい。後ろにちょっとオフセットされてます。排気量は？排気量は 115cc です。15cc ボア。じゃあ、ピンクナンバー内に収まってるよ。収まってます。これはユーロチャンバーってやつですか？そうですね、ユーロチャンバー。ほう。ウィンドジャマーって。ウィンドジャマーズ。ウィンドジャマーズ。ほう。ちなみに、ツーストオイルは何を？ツーストオイルは、安いカストロールの5をツーストってやつです。ほう。500円くらいって言ってるんです。分離。あ、分離で。ほう。このタンクは？このタンクは、すごスクーターってやっぱ足安定しないじゃないですか。ニーグリップできるよ。ニーグリップしたいがためにつけたタンクですね。だから別にガソリン入ってないです。ダミー。ニーグリップ用タンクなんで。はぁ、あ。川崎の KX。はいはい。85っていうレーサーのタンク。はぁ、あ。フォークで4000超えでして。で、ここにつけて。ここにつけました。ここはまあフレームのバーが通ってるんで。あ、ほんとだ。骨組みにして。すごここにアクエリアス入れてもいいんですよね。あ、ここに。ここで。飲めますよね。行きます。はぁ。すごっ。ここまでいじってんのも珍しくないっす？すごくないっすか？こういうカスタムは珍しい。珍しいっすよね。見たことない。昔あるかな。ええー。今度トラブル俺かな。ちょっと転ばないように、ゆっくり行っても転ぶよ。いや、ないよ。大丈夫だよ。インドアラ絶対呪いだな。道路になってくるんで、はい、ただ下りだから気をつけてね、ゆっくり行こう。ミラーが変な方向あとでな、顔をね。お、ラバだ。おラバなのこれ。ラバだな。車高が高いよね。車高高い。いつからそういうカスタムし始めたの？なんかね、うん、台湾とかでこういうのあるんだって。おそれを見て。ちょっと横に並べるから、うんうん、撮る撮る。おー、きれい。
俺がついていけないバンバンじゃちょっと無理だ悪かったよ50と110があるな。ノンアルですから。ノンアルですからね。もう雰囲気がいいんですよ。この仕様になってどうなんですか。これも最近になったばっかりなんですよ。専用品っていうのがやっぱ出てないんで、汎用品をネジサイズとかピッチとかちゃんと合ってるかどうかを、かけてとりあえず買うんですよね。ヤフーショッピングとかで。おついたみたいな感じで、まあ、ここまでベースできたんで多分ビーズでやりたい人はもう情報がありますね、これを買えばこうなるよっていうのが分かってる、ここに呼吸こう効き出す、そうだよね、呼吸もあるもんね、こっちに切ってやったホームセンターで、はあ、うまいことつけて、あれですか、リメイクさんともともとお知り合いだったんですか、第3回目視聴者さんツーリング、はいはいはい、ツイッターが途中でなぜか知んないんだけどメールもらってたんだけどメールのアイコンつかなかったから、ほっといて、あ、じゃあ参加するはずだった、参加しようとしてたんですけどでギリギリになってもしかしたらまだやりますよねって聞いたら、そういう来たら月曜日、あ、そうですね、なんか翌日ぐらいに、ランニング終わった、終わってます、ヒカル君はなんでバイク乗ろうと思ったんですか、いやでもやっぱ親父の影響っすよね、54ですよ、ほらーほらー50一つ上だよ、ビーズももともと親父の通勤バイクだったんで、ありえないですね。これお米もできるんですか、あ、ある、なんとなくできる、あ、大丈夫、あ、ああ、ああ、あ、いいじゃん、ね、いいですね、え、いただきます、いただきます、ちょうどいい、うん、ほんとうまくできるもんだよ、泥だらけだから、泥はたき、俺に全部飛ぶ飛べ飛べ、こなろ、なんでこの世の中に本当に殺したんだ、これは景品、景品、三国で、で三国だとここの入れた時に干渉しちゃうんじゃない、タイヤがなんかケースにね、ケースに干渉しちゃう、24、これが26、28、うん、でパッソル使ってんのはこいつ、これでいくつですか、これで18、これで16、スタントに入ってるのがこのサイズ、もともとはこっちなんですよね、このサイズなんですよね、これでいくつなんですか、それで18、なんで下げたんですか、え、なんでちっちゃくしてるんですか、チョーク引くのもめんどくさいし、ホンダチョークでポンで入って走ったから、あ、なるほど
世話なしで、うん、偽物タイプ、そうそうそう、これね、これ見ると分かると思うんですけど、この隙間、あ、本当ですね、角度が違うんですよね、うん、狭いですね、やっぱり、うん、狭いとどうしてもあの流速が高いから、アクセルがあって開けた時にスローが一気ゴーって出ちゃうから、ゴボゴボゴボ、うん、うん、でそれをなんか師匠はここを削れっていう、ここを、じゃあバルブだけこっちのバルブなんか見つけてきて、こっちにつけられるんですかね、うん、試したんだけど、ここのクリアランスがね微妙に違うの、だからここのところを R を削っちゃう、ああ、そっちの方が早いです、ね、そう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 、師匠が言ったのを真似してやった人もいる、うん、よくなった、あのじいさんさんが言ってた、ピョンって飛び出してるみたいな、そう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 、それが何のことかよく、ね、こいつのことを言ってるんですよ、はいはいはい、でこれでここにちっちゃい穴開いてるじゃないですか、あ、はいはいはい、これがね、物によっちゃ横から出てて、うん、真ん中でこう、この軸がね、なんか見たことあるかもしれない、うん、画像で。そう、これがね、ビッと下がってるやつ。それを買った方がいいって、じいさんさんは言ってた。そう。これって、全開になった時に、ここを沿ってった隆起で、うん、この下のフロートからガソリン吸い上げて中へ出るんですけど、これが、中間が欲しいわけじゃないですか、うん、中間が薄くなったり濃くなったりするっていう、うんうん、で薄くなる場合はこう横からのやつで半分ぐらい開けた時にこっから流速が当たってそこからガソリンが出てくるっていうメインジェットの保管に、すごいね、うん、だちょっと濃いめに出てくれるみたいな、そうそう、ね、言ってた、うん、そういっぱいあるわ、いっぱいある、なんかどうでもいいな、うわもうこんなのあれキャブ屋さんだね、うん、これ何に使おうと思ったんですか、これは CRM80 口径が合ってないです